富士山の西のふもとの朝霧高原を望む。イタリア南部のナポリの町は、噴火がやんだ、ベスビオ山のふもとまで伸びている。スイスの山裾では、放牧が行われている。ふもとは、山体の基部で、山、丘陵、高地などの下部で標高が、緩やかに増加し始める部分、すなわち、平野と山、丘陵、高地との間の移行地帯である。 山独、裾野、山裾などとも言う。山の上部の頂きや頂上、中部の山腹や中腹に対する言葉である。ふもとと山腹の境界は、傾斜が急に変わる地点として、明瞭に現れることが多い。多くの場合、ふもとは、戦状地や、海石大地で構成されている。山のふもとには、山頂からの方角によって、北麓、南麓、東麓、西麓などという。 山陸には、山からの水を集めた湖、草木が茂る草地、山林があったり、丘陵や高原になっていたり、観光用道路が敷かれたり、村や町がある場合もある。林業や放牧、湖や湧き水を利用した、漁業、高原野菜作りなどの産業もある。英語で麓を意味する、ピードモンとは、ロマンス語で、山の足を意味する言葉を古言とする。アメリカ合衆国。 アパラジア山脈の麓にはピードモント大地がある。イタリア語ではピエモンテとなり、アルプス山脈の麓にはピエモンテ州がある。ありがとうございます。